皆さんこんにちは。エルガールユニの長谷川ミラとトミーとサブリマイナです。今日は大人気メイクアップアーティスト佐伯祐介さんに楽屋で普段モデルさんにもしているスキンケア&メイクの裏技を教えていただきます。エルガールユニの長谷川ミラです。普段はモデルの活動をしながらラジオのナビゲーターをしていたり、あとは SNS や YouTube を介して、社会問題を中心に、分かりやすくエンターテインメントにかっこよく楽しく皆さんに向けて発信できたらいいなっていう活動をしております。今日はよろしくお願いします。メイクアップアーティストの佐伯祐介です。今日はよろしくお願いいたします。お願いします。ファンデーションのノリがすごいいいなって思ったんだけど、嬉しい。自分でも実感するところってある？そうなんです。これ1ヶ月私セラムヌメロ&シャネルを使わせてもらったんですけども、今実際に言われてすごい嬉しいです。本当、でも本当にすっごいもっちりしててびっくりしました。やっぱりこうちゃんときちんと化粧水とクリームだけじゃなくて、美容液を使うことも大事なんですか？そうだね。やっぱりこの季節ってすごい乾燥するから。する、めっちゃする。そうなの。その時に、やっぱり肌が柔らかくないと他の美容成分が浸透しないっていうこともあって、やっぱりお肌を柔らかくして、他の成分、他の化粧品とのやっぱ組み合わせをするときに効果を発揮するっていう意味でも、やっぱセラムを塗るってことはすごい重要なことなんだよね。そして香りもすごい良くて、毎日気分がすごい上がる。めちゃくちゃ上がる。わかります。あとこうベタつかないっていうか、スーッとこう馴染みが良かったなと思いました。あとやっぱり私がこう特にお気に入りだったポイントとしてはボトル。例えばこのトップの部分のこのシャネルのロゴマークとかはインクが今回使われていないらしくて、使われているものもオーガニックインクを使っていたりとか、紙のリーフレット廃止してたりとか、話を聞いてると本当会社全体としてプロダクトもそうなんですけど、すごくサステナブルな取り組みを責任感を持ってやってらっしゃるんだなということが今回のコレクションを見てすごく感じました。今まではすごくサステナブルな商品だったりリサイクルボトルを使ってるところとか見つけるの大変だったんですけど、シャネルって本当に幅広い世代に愛されてるブランドだから、イコール幅広い世代にそういった情報をアプローチできるっていうのはシャネルならではの、こうできることなんじゃないかなと思うので。本当にそうだよね。ハイブランドがやっぱりこういう取り組みを始めるっていうのは、すごい世の中にとって大きなインパクトねと思います。続いてなんだけど、このボディミスト使ってみた？使いましたよ。これですよね。そう、これ私今までの使ってきた香水史上一番好きな、すっごいいいよね。すっごいいい香り。すっごいみずみずしいよね。僕のおすすめの使い方は、このそうでしょう、なんかつけ方で一応手首とか、やっぱこういう首元って結構ベーシックな使うところなんだけど、胸のそうここに塗ると鼓動でこうドクドクっていうので、こうふわっふわって。自分自身のリズムで香りを出すことができるっていう、初めて知りました。いいでしょう。カメリアってこういう香りなのかなってこう想像したくなる。エルガールユニのトミーと申します。普段は美容家男子として雑誌だったりウェブメディアだったりを中心に、美容だったりスキンケアだったりお化粧品だったりっていうのの啓蒙活動をしてます。僕も普段トミー君のメイク見ててすごい上手なの知ってるから、ありがとうございます。メイクを上手な人にメイクするのすごいびっくりした。こういう鏡をじっと見ちゃいましたね。普段自分でねする時って何かすごいこだわってたりとか、なんか大切にしてることって何かあるの？肌をきれいに見せたいとかっていう自分の感性をすごく大事にしてて、ベースメイクをすごく大事にしてます。あと色物に関しては季節だったりとかその日の気分でチョイスして、ピンクの気分の時はもうがっつりピンク塗っちゃったりとかっていうのをしてますね。新しく出たリップ&チークボームを使ったんだけどね、最初はちょっとこういうベージュっぽいピンクを選んでって、それはなぜかっていうと、すごく自然に見えるのかなっていう、今日のお洋服が真っ白だっていうこともあったので選んだんだけど、でもこの色も綺麗だよねって言ったら、あ、その色が僕が普段使ってる色なんですって言ったのが5番のこの色、そう、それすごい綺麗で、メイクしてると自分のことってよくわかるし、分かってるなぁと。髪の毛の色とか瞳の色にすごいこの色が合ってて、急遽ねこっちの色に塗り直したんですよ、実は。ちょっとわがまま言っちゃいました全然。しかもこれ今リップだけじゃなくってチークにも実はのせていて、すごい肌なじみもすごいいいし、あとツヤもねちょっと出るっていうのがすごい今っぽい質感に仕上がってるなーって、素敵だなって思いました。ありがとうございますベースメイクをすごい大切にしてるって言ってたんだけど、今回この新しく出たフルイドファンデーション、トミー君の好きなところちょっと聞いてみたい。ファンデーションだから均一に整えてはくれるんだけど、薄付きだし透け感があるから、自分の地肌を生かした綺麗な肌が作れるっていうのがすごく魅力的だなと思って。そこは重要だよねファンデーションです。しかも特にメンズも、まあ女の子もそうだけど、メンズの場合ね、やっぱりちょっと肌なじみすごいいい方が完成度が上がるんですね。そうですね。これは本当にすごいナチュラルだし、トーン上げるのが好きなので、僕は今日ちょっと白目にやってもらったんですけど、暗めの色もあるから、男性の肌にもしっかり合う色があるんじゃないかなと。そうなんですよ。まさにそれで僕は今日暗めの色を塗ってるんだけど、めちゃくちゃナチュラルですよね。めちゃくちゃナチュラルだしめちゃくちゃ軽いし、塗ってる感が確かに全くない、メイク中にも話したんだけど、やっぱりそのメンズだからこうでなきゃいけないとか、女の子だからこうでなきゃいけないみたいな、なんかそういう考え方じゃなくって本当に自分が心地いいものを選んでメイクするってすごいね、気持ちいいし、楽しいし、自分らしくいれるし。それがすごいなんかさっき聞いててなんかすごいいいなって思ったありがとうございます。サブリマユナです。主に女優とモデルの活動をしてて、学生時代に食品ロスを学んだことから、環境問題に関心を持つようになって、今は自分ができることをテーマに発信してますね。ちなみに佐伯さんは何かサステナブルな。僕は現場で結構いつも気になってたコーヒーカップがいつもプラスチックで、しかも飲んでるうちにどこ行ったか分かんないみたいな感じになっちゃうじゃない。マイ水筒っていうか、さっきもありましたね、タンブラー、水筒って昭和だよね。いや、タンブラーを持つようにしてます。そうなんですね。いいですね。今回のこのクリームもサステナビリティをすごい意識している構造になっていて、赤いところが全部リフィルになっていて、使い切ったらここだけを交換できるっていう。あ、じゃあもう容器を捨てずに中だけ変えて何回かも使っていけるっていうことなんですね。何回も使っていけるっていうことのすごいのが、ここの蓋の中にレッドカメリアの種が入っていて、でそれが何かっていうと、種が入っていることでプラスチックの使用量っていうのを減らすことができる。これさ、何が知ってる？アイクリームですよね。めっちゃ可愛くない？めっちゃ可愛い。可愛いよね。普段からよくアイクリーム使うんですけど、若いうちからすることの重要さ、そうだね。やっぱり目元の皮膚っていうのは他の皮膚に比べてすごく薄いのね。で、やっぱりその薄い部分に対してちゃんと調整して作られてるクリームを塗るっていうのがすごく大切なことなんだよね。テクスチャーももう本当にピトってなんて表現したらいいかわかんないです。ピトってこういくからなんかやっぱ違和感なくつけられるから、なんか毎日なんかこう続けてつけていきやすいなとは思いましたね。そうだね。やっぱり今マスク生活もあって、やっぱ目元の印象っていうのがすごく大切で、やっぱりこのアイクリームを塗ってる目元と塗ってない目元っていうのでは断然違いが出てくるのね。そしてやっぱりサブリちゃんぐらいの年齢からアイクリームを塗り始めると10年後20年後の自分につながっていくから、そう今だけを見るんじゃなくって、その先の自分を見て。朝はもう本当にシンプルに洗顔して化粧水して乳液っていう順番なんですけど、アイクリームもしっかりと朝からこうケアした方がやっぱり化粧する時に目元ってすごく乾燥する部分で、特に外気とかエアコンとか日中のそういうちょっと外的なところをやっぱり皮膚が薄い分浮きやすい箇所でもあって、ファンデーションとかやっぱり塗るとちょっと乾燥しやすくなっちゃうから、ちゃんと保湿をしながらメイクを楽しんだりとか、やっぱお外行く時でもやっぱちょっとねした方がワンランク上の自分に仕上がるんじゃないのかなって。みなちゃんから感想を聞いてみたいなと思って。そうですね。でもまあ私が今日つけてるリップとかは、くすみカラーの可愛いよね、リップ&チークボムで、これ本当バッグに1個いつも入れてるんですけど、チュンチュンってつけた後にまたチークとして使えたりとか、あと今日の撮影は本当にもう香りがよくってね、気分が上がりました。じゃあトミーはどうだった？いや本当今日もうバッチリメイクしてもらって、本当に繊細なメイクをしていただいたなと思ってすごい楽しかったのと、僕チークを今まで使ったことがあんまりなくて、ただファンデーションを塗っただけだと間延びするというかのっぺりする感じがどうしても気になってたんですけど、すごい使いやすいナチュラルなカラーだからなんか本当に血色感を乗せてくれる感じっていうのが男の子でも使いやすいなと思って、ちょっと真似しようかなと思います。もうぜひ真似してほしいし、やっぱりこんだけ発色がいいから肌にのせた時にすごい馴染むっていうのがポイントなの。ブレンダーがめちゃくちゃ好きで、よくないですかこれ？いいです。そう、粒子が細かくて、もう優しいから、もう私毎朝これ使ってるんですけど、なんかパウダーの洗顔料をならではの水に溶かした時のクリーミーな質感がこうすごい汚れを優しく取ってくれる感じが僕はすごい好きなんだけど、爽快感があるよね。私はこの洗顔の後に使う化粧水にちょっともう惚れ込んでいて、どういう風に普段化粧水塗る時に顔にこうやって塗ってる？コットンとか使ったりする？いや朝はもう時間がないので、もう手に伸ばしてね。わかるわかる。あでもそれすごい大正解で、やっぱり化粧水を少し体温の温度に近づけるとやっぱりお肌の浸透率がすごく上がるから、手で塗るのはすごいポイントが。そうなんだ。そうでその時にあんまり滑らすとやっぱり摩擦をすごい何回も何回も重ねると、やっぱさっきのサブリちゃんと話した話じゃないけど、10年後とか20年後のこうシワとかたるみの原因になってくるから、なるべくこうやって押し付けた方がすごくいいです。ちょっと聞きたいことがあって、マスクとかつけてるとどうしてもマスクにファンデーションついたりとか、よれたりとか、崩れやすくなっちゃうんですけど、なんか崩れにくいベースメイクの仕方とかってありますか？あんまりやっぱり油分が多いと崩れやすくなっちゃう。でもそのファンデーションの中でも粉が多いものが、いわゆる一般的でいうマットのファンデーションと言われるものなんだけど、でもこれは同時にすごくちょっと肌を乾燥させてしまう要素でもあるの。だから、ちょうどそのいい油分とそのパウダーの量がいい感じに合ってるファンデーションっていうのが一番崩れにくいんだけど、今回のこのシャネルのファンデーションは僕も今実際自分で塗ってる中で感じてるのは、やっぱり時間が経てば経つほど本当に馴染んでるっていうのと、やっぱりこう撮影以外の時にマスクも今つけてるんだけど、それでもやっぱマスク写りがすごく少ないなっていう風に感じてるから、崩れにくくって耐久性もあるなっていうのは実感してる。スキンケアもちゃんとこう充実してるラインだからこそ、今の肌をキープするためにも頑張ってスキンケアやっていきたいなって思いました。すごい少量でもったいなくて使ってたけど、なんかね、10年後20年後の自分のことを考えたらね、惜しみなくしっかり使っていきたいと思います。早ければ早いほど、若ければ若いほど効果的にね、明るい未来が待ってるのでたっぷり使っていきましょう。たっぷり使っていきます。佐伯さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。こちらこそすごい楽しかった。楽しかったです。またやろうね。また教えてください。よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。